プリ姫が始まるよ。最後まで見てね。ポポポを探してね。皆さんごきげんよう。雑談マン、イエイ。今日は雑談マンっていうサイト、姫ちゃんがね、なんか見つけて、これちょっと動画でやりたいということで今ね、パパの携帯持っていて雑談マンを開いてます。なんかこれ、今日話すテーマを決めましょう。お休みの日はルーティン派、その時の気分でしたいことを決める派。あー、毎日こう、お休みの時は例えば朝10時まで寝て、お昼はご飯食べずにとか、夜ご飯だけがっつり3時ぐらい食べてとか、そう決まっているのか、その時に今から遊びに行こうとか決める派とか、うん、ああこういうなんかテーマがあるんだね。なるほど ね。え、なんかそれ性格めっちゃ出そうだね。ね、スタートストップあるからさ、プルルルルってシャッフルされるのテーマが。ガチャガチャ。雑談ガチャガチャだね。いきますよ。スタート。はい、ストップいってください。ちょっ。はい。あ、いきますよ。三番。一つ目のテーマは。クイズみたいな。クイズじゃない。まあクイズ。いきます。好きな漫画のキャラクターは。ラララ女子の剣の冒険第5部、暗殺チームのリーダーリゾットネルです。はい、大好き。大優勝、一番好き、最推しやっぱりそこ来たか。マジであの人しか考えられない、あの一番好きってなったらね。ああ、もう全てのアニメキャラの中で、うん、圧倒的すぎる。圧倒的、うん、じゃあちなみに2位聞かせてよ。2位は最近のアニメなんだけど、ハズビンホテルのアダムがめっちゃ好き。え、これこのサイトすごいぞ、雑談マンなんか YouTuber 喜ぶねこれ姫ちゃんこれちょっとやりたいとか言って、話すの楽しいね。ねえみんなに言ってもみんな喋れないから、コメントでなんか言ってじゃあ次のテーマ。待って待って待って、え、パパ何次のテーマ。パパは、あ、パパも言うの。パパの好きな漫画のキャラクター、アニメキャラか。ワンピースの白ひげ。ああ、それずっと昔からそうだよね、ブレないね。かっこいいよね。うん、マジでかっこいいね。仲間を守るためにね、うん、子分たちを守るために自分が犠牲になってね、うん、めっちゃかっこいいじゃん。めっちゃ強いし、めっちゃ強いよね、うん、あれ病気じゃなかったらね、あの赤犬に倒してたと思うよ。あね、うん、マリンフォードマリンフォート、うん、だったっけ、海軍本部全部ぶっ潰してたんじゃない、病気じゃないと。あれなんて病気になっちゃったんだっけ。酒飲みすぎ。そうなの。あれ白ひげ点滴してんの、あれ酒を点滴してるからね。余計悪化するだけだ。いや知らない知らない、適当ですはい、じゃあ次いきますよ。はい、じゃあストップいってください。テレレ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 。はい、はい、次のテーマは、集めているポイントはある。あー、なんかいろいろなポイントあるじゃん、カードで支払いとかさ、なんかあの T ポイントカードとか。あ、そっちのポイントね。そう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 、 D ポイント、 D カード、 D ポイント、なんかある。パパだったら楽天じゃない。いや、パパ集めては、集めてはないか、集めては勝手につくんだよ。勝手につくんだよ。え、私なんかポイントなんて使ってないし、集めてもないしって感じ。あ、じゃあコンビニとかさ、あの買い物するとき、なんか何々ポイントとはとか言われた、全部断ってなんかこの子もったいないことしてるわもったいないことしてるわ。なんかよくさ、ここからファインとか言って、うんうん、今日は5倍でみたいな、うん、言われるんだって、うん、毎回断ってんのしかも店員さんいつも同じ人でさ、うん、対応してくれる人、もうなんか気まずくてさ、やばいんだってこの子断る子だみたいな。マニュアル的にはちゃんと聞かないといけないから言ってるだけだけど、ね、絶対この人もどうせ違うだろうなって思ってるよめっちゃ面白いじゃん。じゃあ一切なしだ。なんかさ、ある意味さ、ポイントってあの、なんていうの、財産っていう考え方もあるんだって。そうなの。お金と同じじゃん、うん、ポイントって。確かに。例えば1000万ポイント持ってますって、それで買い物生活しようと思ったらほとんどある程度できるよね。まあカードポイントにもよると思うけど、だからある意味お金通貨みたいなもんだっていう考え方もあるみたいだね。私めんどくさいから全部断る。おい、だってここからファイで多分10万以上買ってるぞ。それ5倍で狙っていったらさ、5000円分以上。あ、すごい。え、じゃあ作ろうかな、ちょっと、うん、これを機に。もう大人になったし、もったいない子じゃん。まあ言ってもまだ18なんだけど、ね、半分大人、ね、半分子供。そう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 、境目。うん、パパみたいなもんだよ。パパは絶対子供じゃん。パパはね
半分子供。見た目が大人、頭脳は子供。コナンの逆。パパは多分半分子供、半分ジジイみたいな。あー、大人じゃなくてジジイね。そうそうそう。確かに頑固親父みたいな。頑固は親父っていうか、多分あの老化して頭があんまり回ってない。はい、老人。じゃあ次行きますよ。あ、パパも言うんだっけ。あ、そっか。あ、パパはね、ポイントね、いや楽天。いや、楽天はそれなんか買い物した時つくやつじゃん。あとは、Tポイントカードは持ってんのよ。うん。あの、ガソリンスタンドではなぜか使ってる。どういうこと？あの、洗車と給油したら、なんか1万から1万5000円ぐらいかかってするんだって。なんかもったいないじゃん。少しでもなんかこう、ポイント貯めたいなと思って。うん、ガソリンスタンドでは、Tポイントカードありますかって聞かれるとこは出すけど、他コンビニは Tポイントカード出さない。めんどくさい。だって数百円だからさ、めんどくさいじゃん。 1% つく、例えばさ、1000円買ったら10円分つくじゃん。けど 0.5 ポイントのとこもあんのよ、結構。じゃあ1000円買ったら5円だからもういいかなと思ってね。そんな感じです。じゃあ、ひめちゃん次いきますよ。あ、じゃあ次、パパやっていい？うん。これ面白いな、これ。同じテーマが出たら罰ゲーム。え？いや、冗談冗談。絶対、しかも罰ゲーム考えてないじゃん。あ、じゃあ同じテーマが出たらね。何？あれ、もういいから、そういうの。あれ、ポケモンカード開封しましょう。ああ、で、もし SAR が出たら視聴者さんにプレゼント。何もあるか分かんないけど、うん、一応持ってて。ポケモンカードマン。あ、はい、楽天カードマンじゃないよ。ではいいですか、パパ行きますよ。スタートして、ストップ行くよ。せーの、たっ。お、続いてのテーマは、日常生活でのこだわり3か条は。一つ目は、おお、はい、その時その瞬間を楽しむ。おお、それ意識してんだ。じゃ、今もその瞬間だから楽しんでる。なんかその時その時のしか考えたくないもん、私。まあね、その時は楽しければいいかなって、そんな感じ。働いたら負けかなって感じ。それは思ってないけど、別に負けかしとかなくない。ある意味名言だからね。、はい、夢だもんね、知る人ぞ知る。うん。二つ目は、パパもちょっと考えとこう。二個目は、ポジティブに生きる。ああ、ポジティブに。ひめちゃんめっちゃ前向きだもんね。え、だけどなんかさ、うん、ホルモンバランスとか崩れた時やっぱしんどくない？やばい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 。この前とかも、私もうダメとか言って、なんか私って0から100？ うん、いや0から100ではないか、マイナス100の200みたいな。なんかいつも元気なのに、うん、急にもう別人で誰みたいな日がある。あ、だけどそれって別に毎日あるわけじゃなくて、うん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 、ほんとたまに、ごくたまにしかないの、うん、急に爆発するタイプ。あ、芸術爆発するから、私芸術系の大学行ってるから。うん、ある意味いいかもね。いいかも。はい、3つ目ありますか。3個目、睡眠を大事にする。いや、起きれないだけでしょ。大事にする。大事にしてるのか、起きられないだけじゃないか。睡眠を大事にする。寝すぎです。まあ大事だけどね。けど8時間9時間ぐらいあったら十分だと思うよ。13時間以上。いやいや、もうすごいからね、マジで。15時間とか24時間寝れる余裕で。この前何時間、30時間ぐらいだっけ最高。そう、修学旅行から帰ってきた時に30時間以上寝ました。死んでんのかと思ったもん。トイレも行かず、お水も飲まずだよね。ご飯も食べず、お風呂も入らずね、そのぐわーっと寝てたよね。びっくりした。一回も起きずにぶっ通しで30時間だからね。なんか起きた時さ、あれ、なんか寝すぎだなって感覚あった？いや、でも体ちょっと痛いなと思ったけど、別にそんな変わらなかった。痛いって？体がすぐ動かないみたいな、ずっと動かしてないから。いや、それやばくない？まあね、睡眠大事ですけどね。大事、大事。多分9時間ぐらい寝たら超十分だと思うからね。はい、パパの3か条。いや、パパこだわりあるか。日常生活のこだわりってなんだ俺。毎朝コーヒーを飲む。あ、寝起きね。それルーティーンじゃん、なんか。あの、まず寝起き、歯磨きして、お水をコップ2杯飲んで、でコーヒーを1杯飲む。それルーティーンだな。こだわり、俺あんまこだわりないよ。
こだわりのない男です。じゃあこだわりないで OK？ こだわりは、まあ強いて言えば車のナビなんだけど、こだわりっていうか絶対に、まあこだわりか、車のナビが上が北向きじゃないとやだ。上が北、進行方向が上っていうのやだ。わかんない、わかりません。だパパさ、だからどこどこでって言って、あ、じゃあ南西ねとか言わない？あ、言うね。あそこの北、あ、北側にあるよねとか。私東西南北全然わかんないから、そう言われても全然わかんない。あ、パパ多分ナビを北を上にしてるからわかるんだと思う。すごそうじゃないとナビわかりません、むずい。それぐらいか。うん、ちょっとだけ考えさせてカットするから、いいっすか？むすか。ミッキーマス、ミッキーマスクラブハウス、ほほ。毎日 AGA の薬を飲む。それルーティンじゃん。今日飲んだし。じゃあ行きますよ。ないです、ね、車のナビを来た。こだわりのない男。それでは、時間は何だったのかしら。え、うん、だったのかしら。ちょっとカットされたけど、ね、じゃあストップ言ってください。でストップ。いきますよ。続いてのテーマは、地球一周と宇宙旅行どっちに行きたい？地球一周。地球一周行きたいと。それなんで？宇宙本当にあるか分かんないから。え宇宙が本当にあるか分かんないから。ああ、そもそもあるのってこと。あ、宇宙自体が、あるって、あるじゃん、星見えるじゃん。偽物かも。マジ？わかんない、人工的に作られたものか。あー、わかんないよ。ひめちゃん、現実派だからね。実際に自分の目で見て確かめないと。そう、万里の長城あるかもわかんないしさ、ピラミッドもあるかどうかわかんないしさ。それはさすがに。エアーズロックあるかどうかもわかんないしさ。だから世界旅行行きたいです。うん、しかもそもそもいろんな国行ってみたいし、海外行ったことないから。あ、そうだね。ひめちゃん一番行きたいとこ当ててあげよっか。うん、イタリア。正解、イタリアンね。なぜですか？ジェジュの奇妙な冒険第5部の聖地だから。第2部も出てくるしね。そうだね、丸いとこで、コロッセムだっけ？コロシアム。コロシアム、コロッセムって言うじゃないか、あれ。そうなんだ。そこで戦うやつでしょ。そっかそっか、世界旅行と。え、それを車で行きたいのか、船で行きたいのか、飛行機で行く。飛行機。世界一周飛行機。飛行機結構早くないか、世界一周飛行機って。その方が楽じゃない？え、ずっと乗るの？違う違う。え、あ、飛行機でいろんな国に行きたいと。うん、ん、飛行機でシューって行ったらさ、違う、数日で終わりそうじゃない？それって一周するんじゃないって、いろんな国を訪れたいってこと。うん、これもう問題あれだね。地球一周と宇宙旅行どっちって書いてるから、地球一周ってぐるんじゃん。宇宙旅行は宇宙へ行って生活するってことじゃん、しばらく。だから地球一周旅行って書いてくれてよかったけど、俺が、そこは考えすぎ。あ、そうだね、俺が日に暮れてるかね。単純に考えよう。こだわりがない男なんで。さっき今言ってたじゃん、なんか全然単純じゃないじゃん。そうか。パパは宇宙、いや地球一周だな、パパも一緒。うん、やっぱ宇宙あるかどうかわかんないじゃん。私と一緒じゃん。やっぱりさ、イタリアで、ね、聖地だし行きたい。適当じゃん。やっぱエジプト行きたいって言ったんだったの。ピラミッド見てみたいでしょ。うん、あとね、地球一周するならパパ船がいい。でっかい豪華客船みたいな。あ、私船酔いするから船嫌なの。いや、船ってでかければでかいほど揺れないんだよ。そうなの？うん、安定する。うん、一寸法師の船みたいな。お、嵐に飲まれて死なない？ならない、ならない。でも飛行機より死ぬ確率高くない？船の方が。いや大丈夫だよ、事故っても。だって飛行機世界一安全な乗り物じゃん。で、船は船でさ、ドキシッて当たっても守られてるから、ゴワーンって揺れるけど。うん、ゴワーン知る。ゴワーン、やばい。ゴワーン、なんとかなるっしょ、船も。じゃあ次。はい、じゃあスタート。次のテーマどうぞ。ほい。次のテーマは、年末年始することは。大晦日、お正月、何やりますか？絶対家からは出ないでしょ。あ、することは家から出ないっていうことをするのか。
家から絶対に出ない。他は寝る。いつもじゃん。家から絶対出ずに寝る。他はおせち食べる。あの、掃除をするか、みんなで家の掃除。いや、お掃除みたいな。いや、姫ちゃんほとんどしない。私も頑張ってるんだけど。マジ？私も私なりに頑張ってるのに、なんでそんなこと言うの？いや、あの、姫ちゃんなりってのはちょっと怖いんだよね。私の基準とみんなの基準多分違うと思うから、掃除とかの。この前さ、姫ちゃんがさ、洗面あのぐっちゃぐちゃにしてたのよ、忙しくてね。大学とか化粧とかバーってもうぐっちゃぐちゃになってて、姫ちゃんこれ掃除しないとって言って、で、掃除姫ちゃんなんか終わったとかって言うからさ、見に行ったらさ、いやまだ 30% しかできてないじゃんって言って、え、私の中ではもう終わったからとか言って、でパパが見た 30% だって、あれもうちょっと頑張ろう。パパは神経質すぎるだけ。そう。もうちょっと頑張ろう。もうちょっと単純に考えてみよう。じゃあ姫ちゃん、年末年始やることは家から出ない、寝る、終わり。とおせち食べる。うん、でそれただの寝正月じゃん。で掃除はちょろっとちょろっとする。え、みんなこんな感じじゃないの？あ、みんな大体こんなもんじゃない？パパもそうだな。でしょ。出ないもんね。初詣もさ、お正月行かないもんね、元旦は。元旦、3日間とかしばらく経ってから行くもんね。そうだね、ちょっと落ち着いてからね。うん、じゃあ次、最後ね。もうその時間、なんか早くない？ちょっとこう、どぎついなんかテーマ来ないかな。はい、うん、ストップ言ってください。チャラララン、チャラララン、チャラララン、チャラチャン。はい、行きますよ。特別の日に食べたいものは。特別の日、まあ、お誕生日とかさ。イタリアンか。クリスマス。辛いカレー。あー、カレー好きだからね。辛いカレー。本当に辛ければいいから、カレーは。辛ければ辛いほどいいの。ちょっと言い過ぎだけど、マジでそれぐらい辛いのが好きなの。ひめちゃん、マジで今度ちょっとさ、みんなで企画的に、なんかあの20倍カレーとかあるじゃん、辛いやつ、あれやってみる。でも吹き出物が出るのが怖いんだよ。あははは、そっか、2匹。あ、そっち。食べてもいいんだけど。そっち。それが嫌だなって。本当出るの？出る。逆にさ、なんかあの暑くて汗出て新陳代謝良くなって、なんかこう、私ご飯食べてる時汗かかないやつ一切。あ、そうだな、かいたことないよ。ラーメンもかかないね。うん、夏暑い時にラーメン食べてても汗かかないなって。ね、やばくない？やばい。のどき新陳代謝悪いなって話。悪いね。うん、なんかお風呂ちゃんと毎日使ってるんだけど汗かかないなって、お風呂入ってる時も。嘘。やばくない？のぼせない？私病院行った方がいいじゃん。半分あれじゃん、新年下になってんじゃないか。そういうこと。屍が動いてる。私、そう、屍じゃない。魂だけ生きてる感じ。そう。だからずっと寝てるのかな。はい、じゃあ姫ちゃん、特別の日に食べたいものは激辛カレーとイタリアン。あ、イタリアの何がいい？パスタとマルゲリータとカプレーゼと。え、ちょっと待って、パスタ系分かる、スパゲティね。で、マルゲリータはピザ？ピザ。あのチーズとトマトのとバジルかなんか乗ってるようなピザだよね。何や？カプレーゼ。カプレーゼってなんだっけ？エオのチーズとトマトのマスクソースかけてるやつ。 あとジェラートかな。あ、何味？チョコ。うん、絶対チョコ、圧倒的優勝。なるほどね、もう姫ちゃんのそれも大好物ってことか。そう、みんなもイタリアン好きだよね。ね、コメント欄で書いてね。ね、パパはね、鶏もも肉かな、なんかクリスマス的な。皮、寿司。あー、寿司わかる。焼肉、寿司も迷った。焼肉って感じじゃないな。焼肉はなんかさ、パパの中でもう日常的に食べるものだから。主食。そう。ルーティーンの一部だから。いや、そんな頻繁に食べてるのかな。あんま食べないけど、うん。そうだね。寿司わかるかも。あの、鶏もも肉と寿司。お寿司ね、私いっぱい食べられないから、それが嫌なんだよね。あー、いろんな種類いっぱい食べたい派なの。食べられない、食べられない、すぐお腹いっぱいになっちゃうからさ、うん、お米とかも結構多くて、あの、回るお寿司で言うと10皿ぐらい。うん、10皿食えるかな。ギリ10皿。私15無理だ。絶対無理。パパも10以上無理だわ、私。けど肉だとね、結構いけるんだよね、パパ。だよね。うん、パパ焼肉すごいよね。強いね。うん、油に強い。強い。マジで羨ましい。あ、でも逆の方がいいのか、逆に。健康的には。そう。じゃあいいや、羨ましくない。あの、油センサーがさ、敏感な方が体に
なんか悪いものあんまり食べないから、全然ちょっと油食べるとさ、あもうやめとこうってなるじゃん。そしたら体あんまりダメージ受けないけど、パパの場合そのセンサーが多分鈍いからさ、バックバック食べるから、だからバイバイダメなんだね。はい、じゃあこんな感じです。こういうのなんか話すのさ楽しいね。ね、自分のことあんまりこういうこと姫ちゃん言わないもんね、動画でも。そう、なんかでも昔から見てくれてる視聴者さんも、姫ちゃん、聞かれたら言うけどさ、こういうテーマで強制反強制的っていうか、こうテーマがあったら言うような感じじゃん。友達もそうでしょ。そう、自分のことは語らないタイプだから、ね、携帯交換しようとか姫ちゃん自分が言わないからね。マジで言わないね。ね、言われると自分から遊びに行こうも絶対言わない ねそう、姫ちゃん自分から遊びに行こうってないもんね。別にそれ言うのが嫌いとか、誘うのが嫌いとか、行きたくないとか、遊びたくないとか、そういうのじゃないけど、誘われると嬉しいでしょ。めちゃくちゃ嬉しい、飛び上がる、舞い上がる。あ、この子私のことを誘ってくれたってことは、うん、すごいなんか親しみを持ってくれてるんだって思うから、うん、あーそうかそうか、嬉しいんだ。じゃないとさ、うん、好きじゃないと好意を持ってないとさ誘わなくない、うん、あ、まあ確かにね。でしょ。うん、そう、だからめっちゃ嬉しい。あーそうか、なんか話し足りないね。え、話し足りない。私結構話すの好きだかもしれない。じゃあ姫ちゃん今回初めてということでね、雑談マンのテーマに沿ってお話をしましたが、しました。第2回目やりたい？絶対やりたい。よし、今すぐやりたい。またね、え、今度。待って、今度じゃなくて、うん、今すぐ撮りたい。あ、そうなの？だからこれは、この動画は1本として、今、次、ちょっと休憩してから2本目撮りたいと思います。マジか。あのポケモンカードさ、それ見せて。使ってないよね。ポケモンカードまー未開封です。ちょこちょこ開けてるんだよね。視聴者のね方、ずっと見てくれてる方は分かると思いますが、今まで最高なんか何が出たっけ。 SR 出なかったか、上から2番目の出たね。だけど SAR は出てないね、一番上の。一番上ね、出てほしいな。何が出るんだろうこれね。じゃあ今回このやりたいで終わりたいと思います。はい、じゃあ休憩してまたやる。マジかよ、楽しい。はい、え、パパは楽しい。結構楽しい。イエーイ。いや、なんか姫ちゃんがね楽しそうに喋るからね。ひめちゃん結構喋るな。結構喋るね私。びっくり自分でも。ね。一気かと思ってた。テーマがあったら結構バンバン喋るね。うん、自分からは、ね、思いつかないタイプ。ああ。ね。うん。そうだよね。うん、なんかあるとバババババーって出るけどさ、うん、自分がこれってやって決めてバーって喋るの無理だよね。うん、いいね。なんかひめちゃん合ってんじゃない。ちょっと意外な一面をね、視聴者の皆さんにね。見てもらったと思います。じゃあちょっと本当にやる？休憩して。やろう。オッケーオッケー。よし、じゃあちょっと休憩しましょう。またねー。バイ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 。2回目も見て。だから第2回目はもうこのまんまでやるよまた。うん、ね。じゃあね、バイバイ。今回のパパ子はここにいたわよ。みんなわかったかしら？